おはようございます。今朝の6時なんですけど、全然なんか寝れなくて、めちゃくちゃ早く目が覚めてしまいました。でちょっとね、予定よりだいぶ早いんですけど、このまま起きてラーメン食いに行きたいなと思って、ちょっとラーメンを食べに行く旅に出ようと思ってます。でそのメンバーをこの朝の6時に電話していって、来れるやつだけ来させて一緒に行こうかなと。ああ。そんな感じで頑張ります。無性にラーメン食いたくなる時があって、今まではまあなんだかんだこう我慢してたんですけど、この衝動を抑えるのはちょっと違うなと思って、直感って、まあ、自分が本能的に潜在的に求めてることだと思ってて、この直感を信じた方がいいなっていう、ラーメンが食いたくなったらラーメン食べに行った方が正解だなって思ったんで、朝一ラーメン行ってみようかと思います。今日本当はね、昼からの予定だったんですよ、集まる予定が。だから正直ちょっとこの6時今10分なんですけど、全員起きるかどうか謎なんですよね。一人でもいいから一緒に行けるやつがいたらいいなって思ってます。二人旅になってもなんか面白いし、まあ、最悪全員起きんだったらもう一人でも行くしっていう感じで、逆に俺の社長からのこうご褒美で誘ってあげるみたいなノリですね。じゃあ最初誰か行こうかな。出なさそうなやつが行くか。笹毛さんとか来なさそうな気もする人が起きなさそうやな。笹毛さんからまず行きます。うん、お疲れです、佐々木さん。おはようす。ラーメン行きます？ラーメン、はい。ラーメン今から行こうと思ってて、朝一で旅出ようかなと思ってるんですけど。おー、旅、はい。なるほどですね。です、はい、ラーメンでですね。わかりました。まあ強制とかじゃないんで、あの13かなんで。はい、OK です。よし、全然普通に来てくれそうな感じやな。俺のチームすごいな。ちょっとパワハラ感もあったんやけど、こんな感じなんで僕のチーム。じゃあ名人行こうかな。お疲れ名人。ラーメン行くか今から。はい、ラーメン行こうか名人。行きましょう。飯後で。はい、すごいな。やっとることやばいんやけど、感動すら覚えるぐらいのこの統制された感じ。もう軍隊っすね。もう多分ね、僕が今までね、こう散々振り回してきたんで、全員慣れてしまってるという企画倒れ感すごい。なんかこう全員集まっちゃうんじゃないかなみたいな。電話さえ出れば全員集まるんじゃないかなみたいな。しかもこう電話も結構言ってるんですよ。もう電話はもう鳴るようにしろっていうのはもう全員言ってて、もう俺は緊急動画撮るときあるから、いざという時に電話繋がらなかったらもう困るから、電話は絶対鳴るように設定してくれっていうのを結構念を押して言ってるんで、よほど眠い時は多分起きないと思うんですけど、そうじゃなかったら多分なんだかんだ起きてくれるというか、なんかもう十分やなこれ。まあでもせっかくから誘ってあげるか。全員来そうな気するな、もうここまで来たら。次ミッキー行きます。出ないですね。ミッキーはアウトです。こういうとこですね。こいつはやっぱりもう新入社員として最近入ったんですけど、やっぱちょっとまだヒカルチャンネル分かってないなっていう感じしてますね。まあまあ期待してないです、こいつには。あんまり今次行きます。マエさん、マエさんもでも眠り異常に深いんだよね、こいつ。そのカバーみたいな感じなんで、異常な眠りの深さしてるんですよこいつ。本当にだから寝起きやたら来たがらないっていう、そういう姿勢持ってるんでこいつ。マジでお前さん、ちょ、今からラーメン行こうか。ラ？何？今6時なんやけど、なんかもう今ラーメン行った方が絶対いいと思って、ラーメン行こうか。とりあえず食べに行くわ。今からもなんかちょっともう今すぐと。あ、そうそう、今すぐもうラーメン食わないと、なんかやってられんなみたいなって。まあ、今から行こう。オッケー、じゃあ仕事で。はい。めっちゃなんか嫌そうだったな。なんかもう諦めたやつみたいな、なんかすっげえ感じだな。ここで断って俺に怒られるのを恐れたような感じだったな。まあ、今まで俺がこっぴどく怒ってきたから、それの恐怖がなんか植え付けられたような感じの行くわでしたね。じゃあ次、ラストかな。ロケマサ。ロケマサ一番来そうな気がすんねんけどな。まあ、名人のロケマサは結構来そうな気がしとった俺は、正直。だから電話出るイメージがある。こっちプロフィールに急ぎの時は電話くださいって書いておかな。まあ、出へんかな。出ない。
というわけで結果はですね、ミッキーロケマスターだけ電話に出ないということで、それ以外のこうメンバーはなんか全員来そうな感じしてるんで、4人旅になりそうですね。そんな感じで朝一ラーメン、俺でも人生でもね、関西いる時ぐらいしか行ったことないんで、朝一のラーメンって。東京で多分行ったことないから、ちょっとワクワクしてますね。朝6時から行動するって、なんかこの深夜テンションと全く逆で、なんか早朝テンションみたいなのがあって、妙にこうなんかワクワクしてるというか、なんかこう周りを巻き込んでなんか悪いことしてる感じがちょっとだけ出てるんで、楽しみですね。とりあえずメンバーが来るのを着替えて外に行く準備だけして待ちたいと思います。もう髪の毛もボサボサなんで、ちょっと今日はもうなんかヘアメイクとかもせずに、なんかオフな感じでね、旅ができたらなと思ってます。じゃあ準備してきます。はい、ちょっと、まあ、トイレ来たらミッキーから折り返しの電話があって、まあ、ちょっとそれ出れなかったんですけど、動画回してなかったからもう一回かけ直したいと思います。あいつ来ましたね。あ、もしもし。お疲れ。お疲れ様です。あの、ラーメン今から行こうか。今からですか？今からラーメンで。え、何ラーメンですか？え、ちょっとまだ決めてないけど、まあ、もうラーメン行くって決めたから。13回やから。え、言います。家行ったらいいですか？まあそうやな、一旦、まあ、適当に準備とかなくても別になんかもうラフな感じで、なんかもうお忍びで行こうと思ってるから、もう速攻で。はい、速攻で行きます。よし。はい、よし。うん、素晴らしい。ロケマサ以外こう全員集合という。ミッキーもね、新入社員、まあ一度出なかったもののすぐにこう折り返してくるという、うん、さすがです。これによって朝6時ほぼ全員集合というね、奇跡のチームワークを見せることができましたね。とりあえず引き続きちょっと準備だけします。はい、皆さんが集まるまでに1時間半かかりました。あ、遅い。担任の先生だこれ。正直ね、遅いです。朝6時出勤でしょ。6時出勤が6時に来たっすけど。読めよそれぐらい。お前肩くりになれよ。いやもう見聞書買っても無理でしょ。まあでも、まあ、とりあえずね、ロケマサ以外はなんとか揃ったんで、まあ、そこは良しとしましょう。うん、で今回、まあ、電話でも言ってたんですけど、朝ラーに行きたいと思います。さあ、これ朝ラーっていう言葉ね、まあ、なんだかんだ、まあ、朝のラーメンってね、略して朝ラー。これ実際にこういう言葉が生まれた場所っていうのがあるんですよ。へー。朝ラー発祥の地っていうのがあって、まあ、それさっき調べて判明したんですよね。静岡県の藤枝市ってところで朝ラーっていう言葉が生まれたとされてるんですよ。はい、静岡行きます。今からやってますよ多分東京も。はい、静岡です。いや、やっぱ朝ラー発祥で食べないと。まあそれは確かにそうですね。はい、運転手ルーレットスタート。誰か始めたい、誰か始めたい。僕運転手ルーレット。え、運転手ルーレットですね。はい、じゃあ誰にしよう。絶対や運転手だけど。絶対や。絶対や。よくわかる。おきゃきゃの。おきゃきゃのきゃの。けそないだね。僕ガチ行かないですよ。何ですか？8時半から練習ラーメンなんですよ、僕。マジで朝練に。え、朝練と朝ラーどっちなんですか？何ですか朝練？これ組んでもらってるんで、これ断れないですよ本当に。え？ガチですよ。ラインで行くって言ったら、ちょっとルーレットの前に出てほしいですよね。それ決めて。決まってて。ルーレット決まって。何やつですか？え、やつなんですよ。え、行かないですか？そうっすよ。だからオープニングで終わり？終わりっすよ。オープニングだけ参加っすか？いやいや、もう来たよっていう証だけ残そうと思ってた。じゃモザイクっすよ。いや、まあいいけど。こっからモザイク。めんどくさい。名人。え、じゃあ、ウンデシルレット。え？1個ずれてまいりました。何ですか？それもう、なんなんマジで。1個ずれてこんな格好なんだよ。僕だってパッと行ってパッとラーメン食べてくるんかと思ったら、それはそれはそれはそうだね。え、全員正直。いや、俺あの本当は札幌か博多行くんだったんですよ。で調べてるうちに朝ラーって調べたら出てきたんです、そういうの。札幌か博多だったら違うの食いたいもん。そうですね。だから今回発祥の地で全員で朝ラーを楽しもうと。ちなみにそのね、調べたところ朝の7時ぐらいからオープンして昼には閉まるみたいな。
夜とかやってないんです、ね、やってないらしいんですよ、ね、でもそれがそこでは常識らしくて、藤田市に出る人は朝ラーがもう主流みたいな、へ、香川で言ったらうどんみたいなね、体調どうなってんか、なんて藤田人だ、人体でもいいってスカイピースの名前出すのやめて担任の先生怒ってる個人名もダメですか、あんまり良くない NG ワードだから、うちのうちも結構過激な言葉なんでもあるやけど、残念なスカイピースだけ NG、 もっと過激な過激なんで、いつからそんな存在なの NG です、申し訳ない。じゃあ今から指導行きたいと思います。よっしゃ、行こう、頑張って。では静岡県に向かいたいなと思います。はい、行きましょう。素晴らしい、こんな朝からね。これがチームよ、マイさん。これがチーム。名人どんな感じでしょうね、お前。すごいことだった、名人。前から横から見て、すごいな、すごいな。水泳終わりみたいな。いやー、お腹すいた。到着予想10時19分か。2時間ぐらいね。もうちょっとドライブしようよ。そうですね。ギリね。ギリ、ギリ。何のギリなんすか、頭持ってない。違和感の相槌出ましたよ。ギリね。この4人、関西組やもんな、完全に。あ、ほんま、そうやわ。あれ、あれ以来の、うん、この組の時、なんか突然の党で多いな。謎の。確かに静岡でよくない。いや、いいっすね、ちょっと行きたかったっすね、うん、ちょうど行けるから、ね、一回電話してみてもいいかもしれない。あ、確かに、ついて一緒に、うん、あざら未開なら、そうやな、電話したのか、一回聞いてみましょうよ、起きてるんですかね。東京におる可能性もあるわけやもんな。まあ、あいつ結構最近東京多いと思うで。東京来て何してるんですかね。女見合ってなんちゃう。初めのことやから、ちょっと一回電話してみよう。でも朝弱いイメージあるけどな、初めしたユーチューバーって朝強い人はあんまおらんくない。いないですね、ほんまに。みんな夜型なんで。でも朝ってマジで行動せえへんからな。あ、出ないわ。静岡着いたから一応もう一回かけようかな。覚えとったらな。私合流できてやばいけど、覚えとったら。起きた瞬間にラーメン食べたくなったんですか、今日。そうそうそうそ う, そう、もう腹減って、もう無償にラーメン食いたいけど、でウーバーイーツもやってないし、東京って空いてないイメージあるから。イメージないじゃあもうとりあえず動画回そうって感じやな。あ、結局で今日こういう勢いで回したやつほど伸びたりするから。確かにそれはあるよね、うん、しかも俺がやっぱこう遠出で車で行く時、大半伸びるからな。キレキレの時やったらほんまいいトークするからな。今日はちょっとキレてそうな気がするけどな。キレてそう、うん、顔からちょっと出とるけど、そんなのトークみたいな感じだけど、やる気しかないからな、うん、今日は。でもそれで言ったら、もう最近もう俺めっちゃ気になってたことあるから聞いていい？あのツイッターで、ああ、もうあれでしょ、正直さんまさんの、はい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 、あれも聞かせて、あれだってエピソードトーク喋るって言っとったやん、はい、どっかで。あ、ここでじゃあ話すか。しゃー、ちょっと障害すぎる。2日前かな、あのさんまさんと直近やもんな、お会いする機会があったんですよ。これあのツイッターとインスタグラムで僕写真あげたんで、それがもうニュースになって、いいねが多分8万とかついたから、ツイッターで、うん、とてつもないこうバズりを見せたんですけど、どんな会話をしたのか、なぜこう会うことができたのか、いやそれ全部知りたかった。もうそこね、話してもいいって言われてるんですよ。すごいねそれ。そう、写真も掲載していいって言われたんで。距離感おかしかったね、写真なんか。おかしいね、みたいになってましたね。なんかすごい夢のような時間をこう過ごしました。へ、僕のこと認知してくれてて、それもすごいけど、さんまさんに認知されたわけやもんね。もちろん宮迫さんの件とか、吉本さんとちょっとね、いろいろこう会った時のことでやっぱ認知されてて、はいはいはい、きっかけは、まあ、夜のあれ何時ぐらいかな、12時とかぐらいに友達から連絡が来て、さんまさんいるよって。どんな連絡だ、連絡なんすね、来たよ。もう俺最初嘘かと思って。まあそりゃそうや、ね、あのレペゼンの丸と脇とアスカキララと青白文字とさんまさんいるみたいな。どんなメンツ、どんなメンツなんすかほんまに。でさすがにそれで、まあ俺もまあ寝よっかなと思ったけど、それは行くやろってことで行くことにしたんですよね。で行ったらほんまにおって、丸とかがレジェンド、あったら全世代のレジェンドと今一番来てるヒカル君ですよみたいな感じで、なんかこうさんまさんに寄った状態でこうなんか紹介しだして、そしたらこうさんまさんも知ってくれてて、でそこからこう横に座らせてもらって、たぶん2、3時間ぐらいかな。2、3時間の話しましたね。お酒も入ってたんで、ノリで話してくれたとこもいっぱいあると思うんですけど、結構ね、すごいなんか面白い話いっぱいしましたけどね。なるわ、それ見た。まずやっぱさんまさんはこう YouTube はもうライバル、敵だと思ってる。テレビでも発言されてるんですけど、うん、もうそれを言ってて、お前らのせいでこうテレビが落ちてきたんじゃないかみたいなジョークでね、はいはいはい、そういう、そう言ってもらったりとかして、なんかこういじってもらったりとかして、でなんかこう YouTube はもう絶対出ないっていう。あー、なるほど。でも言われたのが、もう死んだら
お前出せみたいな。死んだら、そうそうそう、死んだらいいぞみたいな。どうやって出るの。いやでも葬式取っていいからみたいな。葬式、さんまさんの、タイトルさんまの下で上げていいっていう。タイトル、俺が直球、さすがにジョーかと思って、まあ一応ね、そんな人俺炎上しちゃうじゃないですか、ったらお前炎上慣れとるやから大丈夫やろって言われてそこまで、そこまで知ってもらってそう、でそのここでおる人は生き証人やから本当にいいんですかって言ったら、いやもう全然いいんだよ、お前そういうタイプやろみたいな、言ってもらって、すごいねそれ。まあまあでも取れないっすけどね、そんなこと。でもまあそういうこうジョークのような、でもほんまにオッケーなんかなって思わせてくれるような、なんかこう、異常なデカさなんですよ。ちゃんのなんか本当にあのキングダムでシーンが初めて王妃見た時にデカってなんかあれやん、なんやこのデカさみたいな、あの感じ、なんか人としてのあれ、ね、人としてデカすぎて余裕があるというか、なんかもう人生で出会ったことがないような、とにかく全くその威圧感を感じないんですよ。でかいのに、そう大御所っていうか上の人っていう感じの接し方じゃないわけ。本当に逆に一番こうなんか下から来るみたいな丁寧な感じだね。そうそう、本当このテレビでさんまさんがあのダーツの旅かなんかでやっとる時とかのあの感じがもうそのまんま、すごいね、俺らみたいな若い人間にも全くこう上からとかなく、かっこいいねそれ。そうすごかったけどな、なんかマジでやっぱそのトークスピードみたいに速いんや。いやほんまもうテレビのまんまやな、なんかもう全くこうテレビと差がないぐらいの、あれを見とう感じない。そう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 、ずっともう笑い取り続けとうみたいな、まあ、その場その場で、すごいねそれ。どんな場で話すんですか、そっから。いやでも結構面白い話を何個かして、例えば最近ねこうさんまさんがワンピースのテレビでしたんですよ。あ、してましたね、番組でやっとった。そうそう、番組でコラボして、はい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 、そこでワンピースの話になって、芸人をワンピースの世界で例えたらみたいな話を俺がしたんですよ。はいはいはい、そしたら一応4校みたいな、さんまさんもワンピース知っとるから、はいはいはい、4校でさんまさんはお笑い怪獣なんでカイドウなんですみたいな、はいはいはい、そしたらおおみたいなっていう、結構なんかその納得してて、ちょっと若干ちょっと面白がってて、神のメイクさんがビッグマムなんですみたいな、おお、はいはい、ぴったしやなみたいな感じで、ぴったしやな、そういうなんかワンピースの会話したりとかワンピースでそんな広がっていくんや。俺らの妄想トークであるやん、はいはいはい、例えたらそれを本家の人でやるですすごいねそれ、すごい時間やったっていう、ありえへん時間やったもんな。で写真もなんか本当にもう何でも OK みたいな、写真も結構ラフな感じで、断ったことがないぐらいの感じっぽくて、光以外の人も撮っとったんやったことで、でもなんかこう上げていいですかって聞いたやつおらんかったな確かに、多分上げたあかんっていう雰囲気あるもんね、雰囲気あるから、でも俺はもういいですかって、何ならもうエピソードトークも話していいですかって言ったら、もう好きにせえみたいな、お前そういうタイプやろって言われましたお前そういうの勝手にするタイプやろみたいな、一応許可なく取らせてもらっていいですかそれでもほんまにするやつはできる人はおらへんやろな。でも一応言ったやつ、多分ニュースになると思いますみたいな、さすがさんまさんレベルだったら、まあまあまあ、でもそれでも何でもいいから好きにせえみたいな、言われたんで好きにしましたさんまさんがそのツイッターの写真動画に上がることって多分あんまないと思う、見たことないっすよ、そうそうそう、正直ないもんな、撮ってはいると思うんですよいろんな人が、うん、でも多分上げてないんですよ、あげれないっすよね。そうそうそう、あげちゃダメみたいな、うん、まあまあなんかあるやろそら、でももう関係ないんですよ僕叩かれてみるかあげたくて、いつかこうねテレビでちょっとさんまさんのテレ番組に出たいですって言ったら、はいはいはい、全然出れるんちゃうって言われて、でなんかそのでもやっぱこう吉本の件があるから、ちょっとまあそこもあるんかなっていうのも俺も思いながら、だからちょっとね吉本さんに所属させてもらおうかなって。所属する吉本に所属テレビ出る時だけってこと。そう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 、そういうジョークも言われましたけどね。あ、吉本所属したらいいんや、ちょっとエージェント的なやつやね、吉本所属してテレビ出たらいいんやって言われましたけどねそんなん可能なんですかって言ったら、いや分からんけど多分無理やろうけど、まあ面白いんちゃうかって言ってましたけどね偉人でさ、ガンジーっておるやん、はいはいはい、平和の象徴みたいな、うん、マジでそんな感じ、ガンジーのイメージそのままの、なんかめっちゃ優しい、あとなんかもうルフィみたいな感じやな、主人公っていう天性のスターっていうか、なんていうか、なんかもうオーラとかってあったんや、そのいや。なんていうかな、なんかこうすごい優しいオーラというか、なんかこう、普通ってさ、あのレベルの大御所の人って緊張してまいや、まあ、絶対緊張するもん、でも誰も緊張してないっていうか、逆に、なんかその緊張をさせないような、なんかオーラを持っとうというか、なんかみんなラフに話しとるみたいな、そう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 、すごいなそれ、なんかマジでこう親戚のおじちゃんみたいな、ぐらいの感じで接してくれるわけよ。でもめっちゃかっこいいエピソード もう何個もあるんやけど、数時間の間に聞いて、それは確かに知りたいな、そう、まあ、もちろんもう接し方ちょっとってもすごいやん。で俺聞いたんで、なんかそのやむこととかってあるんですかみたいな、あさんまさんってこんだけこう活躍されていろいろ言われてやむことあるんですよみたいな、うん、いややむやつは自分のことを上に見てるみたいな、俺なんか下の下やから、視聴者さんに国民の皆さんに生かされてるから、やむなんてことないみたいな、かっこいい、そうだからその位置に行ってもほんまにその自分のことを偉いと思ってない、
それはもう喋っとって分かれて、マジで自分が偉いっていうのも、ま、1ミリもない、本心からそれを、そう本心から1ミリもないわけ、すごいなそれ、やばい怖いぐらいの、 そんな感じで、ほんまに、でかすぎて、エペセントが夢を語るわけよ。ああでもそれも全部否定することなく、もう行ったらええねんみたいな、あその世界に、そうそうそう、なんかほんまにそれが、全然いけるやろみたいな感じで話を聞いてくれるわけ、否定もしないし、全て受け入れるみたいな、こんな人おるんやろと。芸人さんの話とかもなんなかったんですか、なんか。あ芸人さんの話そんなしてないの、宮迫さんの件について、ああはいはい、はい、ちょっとなんかこう、確かにそこ世話になったなみたいなこと言われたけど、全然全然みたいな感じで、そうに関してはなんか言われましたね。さまさまさんの YouTube は敵って思ったことは見えひんってことやもんな。だから見てないと思うで、多分ああレペゼンのことも知らんって言ったもん。だから多分見てないと思う。でもめちゃくちゃ元気だったっけな、67歳らしいやけど、その話聞いて、そんな言ったんやと思ったけど、びっくりする元気。俺もどこまで話していいか分からへんもん。だからさんまさんからしたら全部 OK なんやと思う。だってその聞いたんやさんまさんってどこまで話していいんですかみたいな、もうお前の好きにせえみたいな感じだったけど、それでなんか何も思わないんですよって言ったら、何にも恐れてもないっていう、何でもいいみたいな感じだったよね。もうなんかスタンスとして、さんまさんのこれからの夢とか知りたいもんな、正直。なんかまあいまだになおなんか持ってそうや、そういうの。それでも軽く聞きましたよ。でもなんかそれも話していいか分からんかった、話さんとこうと思って。なるほどね。そう、とりあえずでかすぎて興奮もあったし感動もあったし、だって俺からすればテレビ世代でテレビっ子でさんまさんの若い頃見てきた世代じゃないけど、まあまあまあ、でももうさんまさんって国民の人の知らん人おらんのじゃないみたいな、全員が正直好きじゃない。そう、生まれてまだ間もない子とかって分からんかもしれんけど、うん、多分もう小学生以上だった、ほぼ全員知ってる。そうですね、そう、もう国民的な人やん。いやほんまにそうや、この人に会えただけじゃなくて近い距離で話させてもらったっていう、それってすごい経験やけどな、それ凄まじいよ。あの日だけでなんかすごい成長できた気がする。マジでかっこよかったな、あれは。ちょっともう寝れんかったもん俺、帰ってきて興奮しすぎて、朝の多分3時か4時ぐらいに帰ってきたんだけど、あともちろんね、こうお会計もさんまさんがダントツ年上やったってもあれやけど、気づけば払ってくれてて、さっそうと帰ってきたもん。かっこいいな、それ。そうと、しかもなんかこう、もう一番高いやつ、なんかそのバーの人か女性の人が言ったら、うん、何でもいいみたいな感じ、一番高いやつ頼む。何でもいい、そう、どえらい値段だと思うんだよ、たまに。これ多分2本ぐらい頼んどったって一番高いやつ。すごっ、化け物やったな、ほんまに。かっこよすぎだな。67歳でそんな元気な人見たことないもんな。考え方がちょっとすごいな。話してるとこマジでちょっと映像で見たかったっすね。いやでも、まあ、確かにな、こんな話した話めっちゃねえけど。うわ、そこは、ね、そう、生きとう人のうち羨ましいな、その現場におった人。すごい時間、しかもなんなら俺この日誘われとって、他のところにそこにミッキーとロケマさんも誘っとったんやと。でもその撮影終わりで全員しんどくなっとって疲れとって、2人は行かへんっていう選択をしたわけ、はいはい、で俺も、まあ、もう行かんとおうかなぐらいのタイミングでコメントでどうしよっかなと思った時に行きたい。だから2人で行くって選択しとったら一緒会えとった。確かに、おったわけよな。おったと。うわ、ミッキーとロケマさん逃したんじゃん。いや、なんかその逃し方もロケちゃんがちょっと SNS 明日頑張りたいから時間がちょっと多い、昼ぐらいなんで、はいはいはい、中に撮ろうみたいな、してもらって写真撮ろうみたいな話してて、早起きしてなあかんから今日はやめとくかみたいな。あ、仕事があったから。それ言ったら2人とも朝もオーシャンで最悪やみたいな。いやー、それはなるわな、それはなるわな、めっちゃなると思う、それは。そんなもん、だってもう一生にあるかないかのレベルのことやん。あともう一個あった、かっこいいエピソード。もうなんか正直、幸運すぎたがあまりに情報が整理できてない。あ、頭の中でまだ、あ、こんなあった、こんなあったって今も出てきたけど、あ、出てたらもう教えてない。いや、聞いた、それも丸がなんかこう聞いたやん。今まで、さんまさんがこう関わった中で一番盛り上がらなかった人、面白くなかった人誰ですかみたいな。はいはいはい、でも気になるけど、それ聞いたわけ。そしたら、さんまさんがそんな人おらんみたいな、仮にそんな人おったやったら全部俺が悪いみたいな。もう盛り上がれへんかって面白くなかったら全部こっちが悪いみたいな、それが俺の仕事やからみたいな、強すぎやん。それ YouTuber で言えたらすごいけどな、強すぎやん。それが全部悪いと、ほんまさんまだねと。誰でもなんかこう濃いや笑いしてしまうみたいなイメージあるよね。確かに、その一般の人でも笑いしてしまう、素人さんでもなんか、そうそうそう、もう関係ないやん、絶対面白くない。そう、なるほど、絶対面白くないやん。さんまさん嫌いな人なんか多分世の中おらんもんね、正直聞いたことないもんね。さんまさん嫌いな人、俺でも嫌いな芸能人ランキング1位取ったりとかするね。知名度圧倒的すぎるから、ボスがすごいから。あ、もうなんか勝手に嫌いな人いそうですね、テレビめっちゃ出てるから。あ、そういう嫌いな理由で、なんかこう人徳って言葉この人のためにあるんじゃないかっていう、それぐらいのこう人間力っていうか、プライベートの話とかも全部結構してくれて、この距離で話できることあるんやなみたいな。そもそも一日どういう生活を送ったのかまだ知りたいもんな。あ、でもやっぱ寝てないとだけだな。寝え
へんのよ。ほとんど寝てない人だよ。よく飲みに行ったりされてはるんですかね。あ、それは全然ガンガン行くみたいな。すごっ。守る日数は減らんみたいなだけど。生涯攻め続けるぐらいの気持ちいい。かっこいい。すごい。こんなニュアンスの感じやったけど、普通ってそういう人と会う時って大体こうかしこまって、はい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 、お願いしますみたいな感じで会う。確かに。ほぼ同じぐらいの店に来てくれるわけよ。こっちは申し訳ないんやけど、でもなんかもう来てくれるから、もうじゃあなんかもう甘えちゃおうかなぐらいの感じ。今日いる、ほんまに。いつかだからこうテレビの世界で出してもらって、はい、そういうエピソード、当時のあの話も軽く触れながらしたい。でも俺が面白くなくても笑いにしてほしい。全部安心感あるよな。さんまさんやったらなんかこう生かしてくれるんじゃないかっていう、どんな球投げても絶対うまく。そう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 、それはマジですごいな。あとしんすけさんの話も軽く。うわー、しんすさん、すごい。俺、しんすけさん1回だけ電話したことあって、実は。その電話は映像にも残ってないし、あれなんやけど、会話したことあって、そのこと話したら、しんすけさんのこと俺が好きってことも知ってくれてました。あ、そういえばしんすけ好きだよな、みたいな。実はもう僕ね、近いうちに、今年中にしんすけさんワンチャン会うかもしれない。それは知らんぞ。予定があって、ワンチャンすけど、その、直接じゃなくて、その、呼ばれたところにしんすけさんおるらしくて。ワンチャン会うかもっていう予定があって、そこ喋れるかもしれません。行きたいなと思ってるんですよ、個人的には。もうやばいやん、そんなつけづらくても行きたい。それはちょっと夢の一つですからね。でもゴールとかマイスさんとかってほんまお笑い好きで、マジでテレビずっとお笑いを見てる。テレビ世代なんでね、本当にいろんなこのなんかそのさ、細かいこのこととかも調べてまうぐらい好きやん。ネットニュースとかで調べて、この人とこの人がこう関係がどうなのかとか過去まで調べてぐらい好きやから。それぐらい好きですね、正直。そういう方にこう会って、その距離で話してきたってすごいよ。財産やもんね。いやマジで財産。もうなんかこれでさんまさんに失礼なことしたっていうので叩かれても、それでも俺幸せ。気にならん、全く。でも多分さんまさんそういうので怒らへん人だと思う。まあ確かに、まあ、そうですね、絶対そうだ。ネットの人とかは失礼とか言うかもしれんけど、まあもういいねこれ。失礼で爪痕残した方が俺上やから。いや確かに。ネットニュースなんてちょっとでも覚えられた方が上やから、俺からしたら。でも二度と会えると分からへんじゃんけど。確かに。でもネットニュースだったら絶対もう一回見てくれるよ俺の方。そう、絶対目に入ると思う。そっちの方が俺からし上やから。だから俺言おうと思ったよ。多少火の粉飛んできてもウェルカムファイヤーで。ウェルカムファイヤー。どこでも燃やしてくれ。初めて聞いたその言葉。どこでも燃やしてくれ。ウェルカムファイヤー。ウェルファイヤー。そんな関係ない俺。いや、そのテレビとか出る上でもさんまさんと会ったっていうエピソード強すぎるけど。強すぎっすね。全員が共通で分かるわけ。一応話していいって言われたのと、一生には何かおるから、まあ、仮にこれでさんまさんが「いや俺そんな言ってないぞ」って言われたところで、まあ、それはそれで面白いからいいね俺。まあ確かに。そう、さんまさんラジオとかで「いやそんな許可してないけどな」で俺が大炎上しても、まあ、それでいいね俺は。それが俺の人生やから。ラーメン食いに行く動画ですよねこれ。とんでもないですけどね。いいエピソードですね。このエピソードがあることによって。また話したことめっちゃあるね。でもちょっとそれはちょっとなんかプライベートすぎるから。さすがだから。それはでも女性関係とかな。うわー、それ知りたい。めっちゃ面白くない？とかさんまさんの女性関係。それ話してくれるんや。2時間やで俺だって。2時間こそやばいね。あの距離感分かるやろ。異常な距離。じゃあもうずっと下から陣取ったんやもう。彼かなみたいな距離。横にこうだからなんかその最初は他にも結構人おったわけ。最初は俺の間おったんやけど、さんまさんがこう手引っ張ってくれて横にやってくれて。それさんまさん手を引っ張る。お前来いみたいな感じで。すごいなそれ。でもこれも正直この宮迫さんの件がでかかったかも正直。いや私あれがなかったら多分知ってもらえてないもんな、そもそも多分。あの朝に帰った時にあの宮迫さんのグループラインに鈴見さんのところに投げたやん、ね、写真。そしたらめっちゃビビっとったどういうことやこれみたいな。なんかさんまさんと宮迫さんがボスが会う予定らしくて、もういいネタできたわって宮迫さんが来たら。で宮迫さん言っとったやん、なんかさんまさんは圧倒的に来たやん、出とったやん。確かにほんまに言っとったそれをずっと。その言葉通り、その言葉以上の人。なんか男気の塊みたいな。いやだってさ、宮迫さんさんまさんって関係値があるやん、うん、関係値がない人にもそれね、そんな人おるんやと思って。ほんまにそのマジですごいなってね、人としてでかすぎた。あ、海みたいな人やな、ほんまにもう。すごい。全てを包み込む、受け入れるみたいな。光がここまで言っとるんですよ、初めて見たもんな正直。衝撃的やったもん俺ほんまに。俺もいろんなその成功者と会ってきたけど、うん、初めてやったもんあんな人。一点のおごりもないっていう、まだ自分が未熟者みたいな感じのスタンスで生き方が。ああ怖ない、それをこうナチュラルに思っとって。やばない、あのレベルに行って。いやそれがやばい。考えられへんやん。おらへんもな。俺おごりしかなかった。ほんまに比べたらもう恥ずかしくなるぐらい、自分がちっぽけに見えた。自分がちっぽけ恥ずかしくなるほんまに、それぐらいすごい。俺も別に自分の中でおごっとってもないけど、ビッグマウスもキャラなとこもあるし、でももうそんなんでは日にならん。あともうこれも話したいけど多分絶対話せへんのが野望だから、これからどうするか、まあ、それね、夢とか、あとお金事情。
あ、金銭事情。これも確かにもうどえらいんじゃない。かしこまって、これもまあちょっとまあどうなんだろう、ことすぎて話しづらい。まあまあ確かに、テレビ出てさんまさんのそのテレビの中でその会話するのは全然ありだと思うけど、それカットされる日がありなわけやん。だから出たい。でもその YouTuber とかでよくあるやつには最高月収みたいなあるやん。そうなんとこやばいやろ。そこは聞いてないけど。聞いてないやん、そこは。大雑把にこう、どんな規模なんやろ。もうだってもう日本ナンバーワンのレベルじゃないですか、その資産で、お笑い界のトップやもん。そうですよ、トップのトップやろ、ほんまに。それ家とかほんまどんな家住んだから。家も聞いた俺。どんな家なのか聞いた俺。もうそしたらやっぱっ想像のもう5倍ぐらいで帰ってきたな。ビビって普通、まあ、そんなことねえみたいな。そうでもまあそりゃそうかと思ったけど、まあ、夢あるよね。やっぱ正直さんまさんレベルでそこぐらいもいけんかった。夢がないさすぎるやん。確かにそうですね。もう日本トップの人やん。確かにマジで日本最高戦力の一人やん、確実に。確かに最高戦力。さんまさんの家とか光がいける関係なんてやばいやろ。さすがそれは無理やと思うな。あれもう奇跡の奇跡やから。そ連絡先とかさすがにあれやて。それは無理、さすがに。でくたまたま出くわしたら喋ってくれるけどみたいな、そういうもうはぐれみたいなみたいな感じなの。もうほんま半分も狙ってそらそうみたいな。難しいやろ。聞けへんわよさすがに。でも飛鳥キララがこうさんまさんと仲良くてすごいね。そう考えたら、まあ、すごい。やっぱ そこはやっぱり結局そうでこう繋いでくれたっていう。飛鳥キララもだって仲良くても写真あげてへんわけやんか。仲いいこと知らんかったもん、そもそも繋がりがあったんかと。テレビとかでもかかってそうやん。まあ確かにやっぱり言ってよ、ね、アスケラもすごいけどなって。めっちゃ人脈とか多分確かにすごそ そうでもやっぱ恐ろくてあげへんわけ、みんな。それが普通だけど俺もあげちゃったやんな。さんまさんがお前そういうやつやろって言うのやばいっすね。そうキャラを認知してくれたわけだ。キャラとしてもそういうやつと思われたわけよ。だからもう言っちゃいけないとこやっちゃうみたいなやつやと思われたから。舞台映してとか言わないっすよ、人に。でもこれ結構普通にこうやってこうやって戦われて行けよみたいな、もう酔いながら乗りで、いやもういいんすかみたいな。いやもう生きよって、それぐらい生きとるうちは出んけど、もう死んだら出てもいいみたいな。たまたまもうここにおる人間が生き証人やからほんまに取れよみたいな。それがおもろいぞみたいな言われて。取ってる勢いもあるやろうけど。いやちょっと怖いけど。俺が気になるのはさんまさんの代名詞の引き笑いが。あー確かに聞けたんかなっていう。なその生のそれを聞けんかったかも、あんまり。笑っとるけど笑わせ取るのがでかかったかもしれない。もう周りをやっぱほんまに爆笑かすわらんよ。えぐい、テンポ良すぎて、しかもどれにも乗っかっていくわけよ。すごい乱暴な球も全部取ってくれるわけよ。素人の絶対今度笑うならんやろみたいな、あるやん。はいはいはい、撮影失礼やろみたいなとおるわけ、お酒の席やから。はいはいはい、プロも全部笑いに返ってくわけ。番組とか見ててもえぐすぎて、 TikTok の話とかでもなんかついていって笑いに返ってたりしてて。そうなんや。そうなんですよ。それできるのやばと思って。だこんな面白くない人と関係ないな、多分もう全員おもろくするみたいな。そうそうそう、それはプライベートでもやっとるってすごいやん。その違ったで切り替えてやるのは分かるやん。まだそれでもすごいけど、もうオンオフ問わずないんじゃん。オンオフがもう笑いを重なうっていう、異常でしたね。笑いの神様ですね。歴戦の覇者って感じだったな。経験値も膨大やと思うし、もう凄まじいな。それはしかも未だにそれをやり続けたっていう。俺も言ってもだもん、白ひげっすねって。家族できちゃってるじゃないですかって言ったら背中に逃げ傷なしって言われたけど惚れるような芸人さんとかなんてもう全員そうなんじゃない。惚れとんじゃない、全員にも。誰にでもそうやって接するわけやで、勝手についていきたくなるみたいな。そういう意味でも新助さんの対象の人なんやろな。あーなんか新助さんは確かに怖さあるもんね、やっぱり。それもそれでかっこよさあるっすけどね、うん、そう。なんかその怒らしてほんまとんでもなくなるんじゃないかっていう。ほんまルフィの感じよな、マジで。確かに。いやすごい人生やな。それを引くのがすごいですね。確かに。そのイベントはね、夏でね、引き寄せてね、あっちゃって。やっぱり俺とロケモさん負け犬なんやなって、うん、逃した。でもだそれは確かにめちゃくちゃもったいなかったよな。いやほんまだってほんまだもうないと思うもんね、正直。そういうことって、まあ、なかなか貴重な。そのイベントってほんまに貴重な経験と思う。俺らさめっちゃ負け犬の顔してたもんなそれあれインスタ撮りに行って、お互いの表情が負け犬やると。お互いのガチでこう1億払っても得れへん経験やから。いやそうっすよ、これってほんまにお金とかじゃないもんね。凄まじい財産やと思って。いや財産すぎるな。じゃこれはやっぱ職業をさ、 YouTuber って職業を知ってくれとって、もうこういうキャラやから OK って言われるのってすごいことや。それいやすごい。さんまさんとかに会ってそういう風になったら、もう誰と会っても緊張もせんくなってくるんじゃないって思ってまうなと。確かに。もうそのラインでトップなわけ、ほんまのトップ。芸能人の人でも緊張するような人も会ってもどう。そういう爆発を経験するってでかいやん。でかすぎた、まあ、正直そのなんていうかな、 SNS 上げるってこと2秒ぐらい躊躇したけど、一旦おもろいやんって思ったな。これでだからまたこの動画もニュースになるやん、多分。おそらく絶対なると思う。それでまたなんか言われるやん、こいつこんなさんまさんのここの優しさにつけ込んでこんな上げやがってみたいな。言う人は言いますからね、絶対。俺そういう人間やからもうちょっとずうずうしいから。俺チャンスあったら全部引くから。チャンスに飛び込めんだったらくすぶっとけよお前ら全員俺ほんまそう言いたい。俺は転がったチャンス全部取る。正直
時も泥水吸ってでも俺はチャンス取り行くから、そういう人間やから。で間違いなく知名度上がったもんな、これって。いやほんま俺そういうとこあるから。でこれが絶対何か大きな引き金になると思っとうから俺は、このエピソードが。いや絶対だって芸人さんとかも絶対知っとうし、そんな何か大きなもの動くと思った。それが良くも悪くも何か大きなものになると思っとうから、もう行ったると思った。うわ、もう嫌われてもいいね全員から、うん、もう積み上げて残したもん勝ちやから。ほんまにそのお茶の間もそうですけど、 YouTube 界と芸能人みんなもなんかうわーみたいになってると思いますよ。それ絶対なって投稿見て、だってインプレッション1000万人だからな。Twitter の1000万、えぐしかもあんな、なんかお昼頃に突然あんな上がって、もうなんかみんな気が気じゃなかったよな、うん、どういうことってなったもんな。俺もだから起きて我慢できなかったもん。夜はどうかなと思ったけど、なんだろう、もう朝帰ってきてからやったのかなと思ったけど速攻で。そうそう、でもまあ時間的にちょっと深夜すぎるから一旦置くかみたいな。でもうほぼ寝れんかったんやけど、一応目だけつぶって昼行こうと。実は俺もっと頑張ろうと思ったな。 やっぱこう頑張ってて結果が今やし、何も頑張ってなかったら、生覚えられてなかったら絶対あんなになってなかったと思うし、うん、ちょっとはこうなんていうかな、最低限認知されて認めてもらったわけじゃないけど、 2% ぐらいはそういう気持ちもあったのかなと思うから、うん、もうちょっとだから積み上げていけるように、でいつかテレビで。うわー、それはそれでエモいというか、いいなそれ。 そこでもう一回話したいな。で本当にさんまの死体ってタイトルであげていいんですかっていう聞こえがあった。そんなんあげたらやばいや、めちゃくちゃ不謹慎やけどな。謹慎やけどな。謹慎やな。謹慎やな。最後まで笑いにしてくれみたいな。確かにかっこいいやんそれが。しかも俺やったらほんまにしそうやん。確かに。そうですね。まあさすがにとは思ったけど、それは。でもまあジョークとしてはめちゃくちゃおもろいなと思った。確かに面白い。でもまああれやな、ここでおるのはあれやったらでかかったな。まあ確かにこれを聞けたわけやから、しっかり。ドキモさんだって。ドキモさん最後まで負け犬やったな。あいつは負け犬やな。そもそも電話出てないわけやもんな。あいつ持ってないな、やっぱ。だからこれカメラ止まってからが本番やからな。うわー、聞ける。よっしゃーしゃっ、すごいのまだあるから。うわこれはやるわ。でもご褒美やな、これは完全なる。好きそうやもん。でも視聴者の人も共有者と思って、俺のファンの人も喜んでくれるやん。いやそれ絶対嬉しい。だからこれはもう絶対 YouTube で、だからもう許可だけ取っとこうと思って、無断でやっても多分何も言わへんだと思うけど、そこの冷静さ持ったのすごいね。でもそんな人に会ってそう考えてもらえよ。生きてる中でコンテンツやからな。でも全然なんかこう迷うことなくもう全然いいぞみたいな。事務所とかそんなんじゃないもんな、あの人って。まあもう独立上司もうことしてんのはあれやもんな、うん。俺なんだろう、さんまさんの事務所入れてくださいって言ったけど俺、なんかこうテレビ出るときに出ようと思ってんのかって言われて、いやちょっと出ようと思ってて、そしたらなんかジョークで吉本入ったんやって言われたときに、さすが吉本難しいかってなったときに、さんまさんの事務所どうすかって俺言ったら、もうそれもまあワンチャン面白いかもなみたいな。さすがジョークなんやけど、その酒のノリのテレビ出るときだけそこから出るっていうわけわからんけどさ、もうだからあのレベルだったらノリでジョークなんかジョークじゃないかわからんわ。正直もうなんかほんまなんかなと思って、何でも実現してまいそうやん。そうそう、さんまさんやったら正直あの人なんかそういうとこジョーク言わなそうでもあるやん。何でも OK みたいな感じやん。なんか懐が深すぎて、まあ、もういいんちゃうかみたいな感じやん。半分もゼロでもないんかなみたいな感じやから。でもああいう人たちばっかりやろな、上の人ってもう、全員でかいやろな。四校に初めて出会った時みたいな、それ感じたんや。うん、なんかもうカイド空から降ってきたみたいな。うわそうそうそう。でもキッドとさ、アップーとさ、そんな感じの時呆然と立ち尽くしようみたいな。しかもなんかこう周りの人たちが言ってくれたのが、こうヒカルさんは僕たちの世代の星なんですみたいな。だからさんまさんと話してるの見てすごい興奮してますみたいな、そういう感じの空気を作ってくれたから、みんな。いやー、喋りやすい。さんまさんもこいつやっぱそんなすごいやつなんかみたいな空気があったわけ。あー、なるほどね。周りのお膳立てもすごかったわけ。そこまでの話多分ヒカルさんって引き出せてないですよ多分。いや、それはそう思う俺も。いけへんと思う。そんなに話せる話しかさんまさんもしなさそうじゃないですか、なんかどこまで行っても、うん、さんまさんがしたら多分どれが出てもいいんやろなと思う、あの時多分もう関係ないと思う。そういう次元に住んでないと思う、ほんまに。かっこよすぎるな。異次元の時間やったな。これを無言で聞く明治さん、すごいな。どうなんすかそれ聞いてる明治さん。やっぱ普通にすごいなって。明治やれやんな、俺グループラインの時に送ったら、でもなんか反応しとったやん。反応しとったの明治。はい、珍しい。やばいでしょそれ。しかあんまグルーちゃん反応するイメージないですね、仕事のこと以外。会うとやっぱなんか一縮するんじゃないですかさすがに。ああ、もうあのカズキングでも。おかんとかおばあちゃんビビっとる思うで。ビビっとる思うで。マジで。さ、LINE とか来てないけど多分なんかどうしたのかなってそうやけどな、さすがに。家宝みたいなもんやである写真。俺ほんまに。額に入れたいですもんな。俺だからほんまに親戚さんの写真撮らせてもらって、親戚さんのさんまさんの写真合わせてそれアイコンにしようと思う。だってその、もう俺とかミッキーが言っとっても写真撮れとったわけよ、さんまさんと。そうそうそう。最悪やさな、マジして。ちょっとマジでグリーンバックで撮ってきてください。一生のこうさあれやん、やばいよなマジで。 YouTube やっとってよかったな。でもこれ もう視聴者の皆さんのおかげですよ。まあ俺のことを応援してくれて見てくれる人もいっぱいおって、俺のこのキャラを受け入れてここまででかくしてくれたから、だからこれが生まれたし、光るってキャラってマジ便利よな。
何やってもなんか許されるみたいな、OK みたいなノリがあるやん。それを作り上げたわけよ。そうそう、なんかもうめちゃくちゃ美味しそうなみたいなイメージがあるやん、それを求めてるっすもんね。でもそれを期待しちゃうからさ、視聴者の人もみんな賛否両論受け止めていきましょうか。正直もうちょっとなんかお腹いっぱいになったもんな。ラーメン食べたくて、ラーメンどころじゃないやん。正直でもなんかこうネクステップがいい感じやん、リーダーなわけやん、やっぱこうリーダーっていうのは圧倒的でないとあかんと思っとうから、ああ俺は突き抜けていくで。俺はだからもちろんこのロケバスは頑張ってる、ミッキーも頑張ってる、分かるし、メイジとかも全員頑張ってる。でも俺はさらなる高みに一人行く、それがいいよ。登り詰めていく俺は、この足たちに俺たちしがみついて、引き抜きで振り回さないように。だって俺にしかできん役目があると思う、正直。これは YouTuber 誰も無理っすよ、その切り開いていく感じね。そのさんまさんでその話を YouTube で聞ける YouTuber の人がこう話すっていうのがもうこんなことあるんやっていうような出来事じゃないですか。もう確かに歴史に残る1ページ目じゃないですか。もうその俺はもう正直10年後、5年後 YouTube 日本一になるぐらい言っとうけど、10年後俺は日本のエンタメ業界のトップに立つ。うわー、そこから俺の時代が始まる、日本でね。それぐらい見とうから俺は。信じ合いや。だから変わるわけよ、4号が消えるやん、10年で4号消えるわけ。確かに消えてから覇権握ると。そう、覇権を握る。それぐらい思っとる俺は。それができる人間やと思っとる俺自身。そこまで行きたいねん、10年後も全盛期を。でもほんまにすごい人ってさ、何十年おる。確かにもう最前線ずっとおるから。ずっと先生おるよ、最前線ですね。俺もそうなりたい。やっぱかっこいいと思って、ほんまに心から。宮坂さん見てもかっこいいと思ったけど、かっこよすぎる。67で現役っていい時間やったな。本当に改めてありがとうございました。言っちゃいました、いろいろ。この話は林さんがこれ聞いてもらったら、ここで話するつもりなかったしな。俺なんならみんな相馬さんとおる時に言おうと思ったから。まあ確かに、相馬さんすいません。聞いちゃいました。もうでも早く来たかったやろ、写真。確かにそうですね。まあまあそうやな。これはもちろんタイトルにも入れる気もなかったしな。俺はもうこの話するっていうのは引き戻ったけど、どっかで。でもタイトルには入れずにやろう。でもこれ動画あさらないよ、もうあくまで。もちろんあさらない。視聴者の人もビビるんちゃう。だからコメント欄でめっちゃ発覚するってことだよ、それが。最近これ交戦しようから。まあ確かに中見んかったらほんまに何があるか分からへんっていう動画にしたいから、見た人へのこうご褒美じゃないけど、くじ引きのような、最後まで見てくれたら、見たらすごいのがあるって、たまに爆弾がね。そうそう、これ切り抜き出回って TikTok だけで、これ何の動画なんですかってタイトル質問で出て、あ、朝の動画ですってなるんで。めちゃめちゃおもろいっすけどね、それ。ちゃんと言ったけど、俺芸人さんと揉めたみたいになってやん。はいはいはい。だから俺がこうめちゃくちゃテレビが大好きってめっちゃ踊るとって。そうなんかみたいな。ぶっちゃけ YouTube とかもほぼ見ないし、 TikTok とかも見ないし、テレビ見て育って、テレビが一番自分の中でトップで、憧れとか尊敬とか正直テレビの人にしかなくてみたいな。でも本当のトップの人は好きやけど、中継あたりに生意気なこと言われるのは正直気に食わんって言っとった。気に食わんからあんなことなったんですって言ったら笑っとったけど。俺が好きなのはピラミッドのこの辺なだけで、トップね、この下は別にどっちでもいい。下の人に偉そうなこと言われたら俺を反撃するっていう。さんまさんに笑われるのは嬉しいやろな。全部受け入れてくれる人やからな。ただ別に俺がとかじゃなくて、多分あの人は多分もう誰でもそういう感じだと思う、ほんまに。でたまたま俺がこうやって言ってもらうだけなの。人としてのデカさに触れるっていう感じだったな。まあ他にももちろん話した話いっぱいあるんですけど、まあ今パッと出てくる話こんなとこかなと。まあ結構話したけどな。でもまあ撮影会でもね、俺らそうですね、早く止めたいっすよ。ニヤニヤして次のシーンで出てきて、わっ、嫌やろなっていうちょっとマウントを表情で撮りたいもん。食いながら「俺ら知ってますけど」みたいな「話聞いてますけど」ってやりたいですもん。ていうかえぐい渋滞やな。そうですね、確かに。もう渋滞の何も気にならないですもん。なんならずっと止まってその話聞いておきたいぐらいの一番レベルの話じゃないですか。でも俺 YouTuber の総合の話で、多分みんな会っとったとしても話してないと思う。滝さんとかも多分いろいろあると思うけど、ダウンタウンさんとかあるやん。ああ確かに。でも多分話さへんやん、それを。そうですね、多分話すの失礼やからって。もしあれは絶対あるやん。絶対あると思う。プライベートで会っとったとしても関係ないもんな俺。あと聞いたことあんねん、自分の話されるみんな好きっていう。まあ確かにね、芸能人と何人か会うやんか、言われるのが勝手にたまに話しまったからやん。そしたら正直嬉しい。ただ事務所とかは止めるかもしれんけど、本人は嬉しい。意外に嬉しいって思ってくる人が多いから。それはありがたいことや。ヒカルさんに話されて得しかない。そんなにその話題になるじゃないですか、言うと。確かにね。ただ、さんまさんで見るとそれ関係なくなるからな。確かにそうっすね。そう、もう知名度が突き抜けておうから。確かに。そうそう、もう得とか得じゃないとか話なくなるやん。確かに。だからみんな言えへんやろな、一方的にこっちがだって売名しとみたいになるやん。売名するで、そりゃさんまさんの名前使って売名できるって最高に幸せやな。言葉で言い表せんぐらいの凝縮された数時間やったら、2日3日だってまだ4あるやから。だからあんま寝れずに朝ラーとか思いついてました。だからなんや。もう寝れへんねん。話してやっと寝れるかもな。もうこの辺ぐらいまでずっとおったから。もう体の、そう、90%ぐらいさんまさんで俺埋め尽くされてたし。
ここ数日間よりも多い。向こうにとってはいつも通りただの若者に出会っただけなのかもしれんけど、こっちにとってはメタルキング100匹倒すぐらいの経験値だったから、あそういう時間ですよ本当に。じゃあ一旦カメラ止めて裏話タイム入りたいと思います。やったー、こっからですよ本当。ポンちゃんやからこっからお前さん止めてくださいもういいっすね、裏話した世界までちょっとはじめ師匠から連絡が返ってきてました。おはようございます、どうしましたかっていう、一旦電話かけてみます。もしもし、あ、もしもし、はじめ師匠、ラーメン行こうぜ。ラーメンラーメン行こうぜ。今からですか？え、どこにおる今？お家です。どっち、静岡？あ、東京か。俺今静岡向かってるから。うわー、釣れたか。忙しいもんね、お互い。そうね、今日なんかさっき帰ってきちゃって、さっきというか、帰ってすごっ、すごいなお互い。静岡のどこ行くんですか？なんか藤枝市っていう朝ラーが発祥の地があって、はい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 、そこに行こうかなみたいな。朝早くから。そう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 、行くすぎる。だ、静岡おったらワンチャンコースを誘おうかなみたいな。うわ、そうですね、静岡行ったら全然行きましたよ。ちょっとまあ夏もまた時間あったら。そうですね、ぜひぜひ。じゃあありがとう、始めましょう。おやすみなさい。おやすみ、バイバイ。残念ながら東京でした。出たんやけどな、結構朝に出てくれる珍しいんやけどな。すごいことやけどな。始めくん会いたかったな。こんな時間まで撮影しようってやっぱすごいな。夏はみんな気合入っとるな。YouTube やばいっすね。やっぱほら6時起きなあかん俺らも。そら頑張らなあかんわ。みんな頑張っとんやから。そういえばね、最近動画がすごい好調で、まあ100万再生も結構突破してるんですけど、20本ぐらい連続で100万再生超えてる。そうなんや。振り返れば。振り返ればね。で、あの今100万いってないやつも95とかまで来てるやつが多くて、まああと多分1週間か2週間経てば100万いくから、だから1ヶ月経ったら本当だからリアルに30本連続とか。ぐらいで100万ぐらいまで来てるんで、本当にかなり後伸びがすごいですね最近は。やっぱ中身ちゃんとしてる動画多いんで、信頼されとるってことやもんな。初速めっちゃ悪くてもなんか関係なく伸びていくっていう。明治の誕生日の動画とかも全然初速良くなかったけど、悪かったよな。そう、でもなんだかんだあれももう悪くないペースで来とるし、すごいな、ちゃんとこう中身のあることやり続けるって。だから昔やっぱ理想としとったけどなかなかできんかったこと、まあ、ちゃんとやれとるやん。サムネ帰ったりとかしてないもんね。そう、小手先で今勝負するんじゃなくて、だからその釣ったりとかじゃなくて、今回はだからさんまさんの話で釣ろうと釣れるやん、うん、でもそうじゃなくて、でもその積み上げがね、サムネタイトルの釣りではなくて中身でこうどん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 勝負していってファンを増やしていくみたいな、これが一番健全で最も難しくして最も長生きできると思います。今後もこのスタイルでね。でもこれってほんまに力がなかったら無理やから。まあそうやな、このスタイルってパリボテやったら無理や。マジでこの本物のコンテンツってレベル高いコンテンツ生み出してなかったらこのスタイルやっていけんから、そこに対してこうね、自信とプライドを持ってね、まあ、全員でこう動画作っていきたいなって思いますね。はい、そんな感じで今回はこれで終わります。ありがとうございました。行くでしょう、ね、なんてね。冗談、朝からの、朝からのジョークです。ようやく渋滞抜けてきたのに、朝からのジョークです。もうしかもここまで来たら絶対行くやろ。俺も普通に食いたいもん。いやもうほんまに食いたい。林さんだってラーメン屋さん調べるときに絶対に美味しいと思うんでしょ、ほんまに。いや、それはでもほんま全員のあれ相違や、相違や、相違やですけど、熱量が違かったですもん。美味しい店を選ぶとこの本気度が。でもさっきね、裏話をしましたけど、はい、どうだった？いや、川平です。気持ち悪いな。こいつめっちゃ気持ち悪い。どうだった？いや、もう、やばいっすよ、ほんまに。もうみんなとはちょっと違うところまで来ちゃったんで。そう、違うステージ行けたの？いや、ほんまに。ステージ変わったの？もう、みたいな。和樹さんの顔もちょっと近くでちょっと。和樹さん、ずっとね、さっきはね、口元手で押さえて、なんかもう、いやらしい顔しましたよ。カズさん、髪型どうなっとるんですか？ほんまに。寝癖というか、なんか寝癖でもないみたいな。寝癖どういう寝方なん、それマジで。寝方、いや、ちょっと朝シャワー浴びてきましたよ、そら。どういう寝方なの？どうなったの、シャワー浴びて。だから、電話来て、速攻でシャワー浴びて、で、一番に行こうと思って。俺、負けんとこと思ってた。まあ、それにはまあ、負けるかなと思ってましたけど。負けたっす。負けた。距離が違うもん。シャワー浴びて、その髪の毛って、もう意味がわからんもん。一気に感じたパジャマやもんな。そうっすよ、だってもうミキですよ、完全にそのままやろ。動画俺は撮ってもなんかサブちゃんぐらいのテンションだった。なんか朝ラーメンからみたいな。サブちゃんででも朝はないぞ。でもサブちゃんで6時起きるわけねえやろ。絶対ないな。俺絶対ねえやと思ったな。そこら辺まだ新入社員なんで、まだ分かってないな。俺の組織をまだ理解してない。まあ東京でそれバッ食べて終わりかなと思ったんで、もバタバタ言わないな。すごい勇気でパジャマで来る。なんなら最初電話でいいかんけど、ミッキーその時に俺結構ボロクソ言ったから、こいつやっぱ新入社員って分かってねえな。はい、近く着きました。行列が出てるっぽいですね。確かにおるわ、ほんまに人。あー、11時やね。あれ、マジでそうなんですか。行列？なんで？ミキ、改めてやっぱすごいな、パジャマって。だって、
字言うな。エグレベル並んでる。あ、ちょっととりあえずしばらく待ちたいと思います。到着しました。ちょっと席がね、離れてるんで全員映れないんですけど、メインさんお疲れさんです。運転お疲れさんです。残るメイン。一個目ね。パジャママンです。結構テレビとかで紹介されてそうですけどね。なんかアナウンサーさんのサインがめっちゃあるんで。ついな。よくダウン着て待ちましたね、そこで。ダウンにうちはどうかいや、だってもう待ってる人がみんな、こいつらなんなんみたいな目で見てました。ダウン着てる人もね、パジャマのやつもね。ダウン着て言わさせたと。こういうなんかさ、朝からの旅行くのって毎回おもろいよな。だいたいいつも1回になるよ。朝とか深夜に動いた時ってだいたいなんか悪くない展開が待っとるというか、ほんまに朝の9時から午後の2時までしか空いてないんで、マジの朝ランなんですよね、これ。これに並ぶんすもんね。そんななんか文化が違うというか、夜しか食わないですもんね、基本なんか東京なんて。こういう系の感じの店、久しぶりに来ましたね。家を改装したみたいな感じだな。うん、こういうとこ大体うまいですからね、なんか行列出るよね。今も並んでるからね。だいぶ脱ぎたいけどね、肌着しか着てないから脱げへんな。そうなんですね。お待たせしました、お先に中華の醤油です。うわうわ、うまそう。めっちゃ綺麗じゃないですか、盛り付けるのが。極みの醤油です、煮干しの。ちょっと待ってください。うわ、目見開いたぞ。俺の全然ちゃうもん、突き取ったんやろな。煮干しやろ。はい、じゃあ、ブータン食べます。いただきます。いただきます。めっちゃうまい。うまっ。え、なんか今までの味噌じゃないですか。うまっ。うまっ。初めて食べたこんな味噌。豚骨味噌みたいな感じ。はい、うまっ。スープだけ飲んだらちょっとラーメンの味噌っていうか味噌汁よりの味噌みたいな。どうしたお前さん。初めてあるし、あっさりしたな。この豚飯もちょっと悪魔的な感じするんだ。はい、なんかオムライスみたいになってるっすよね。チャーシューで包まれてる。うまっ。すごいな。もったいないわけじゃん、これ食えたの。確かになんか午前中感のあるラーメンっすよね。めっちゃあっさりしてますよね。食べやすいよ。うん、確かに味噌と豚骨の間やけどあっさりしてるよね。うん、マジで来た甲斐ある。遠い道のりで飯の食べたりで幸せやん。大学生とかもしてそうじゃん。でそうっすね。全国のラーメン屋巡りしたいわ。うわ、したいっすね。こう考えたら、まあ、まだまだ食べてないラーメンめっちゃ多そうっすもんね。なんかその、うん、ラーメン屋なんて一生かけても回りきれんのがあるんじゃん。うん、いやー、うまかったです。うまかったわ。まあ、ちょっと店内ね、そんなたくさん喋れるような感じじゃなかったんでね、もう動画も途中で止めて帰ってきたんですけど、なんか行ったかあったなっていう。そうですね。やっぱ朝ラーいいっすね。初めてやったな。単純なんかこうみんなで行くっていう楽しさもあるし、あとこう待つっていう、こう待ってこの空腹で耐えて、暑さの中耐えて食べるっていうこの開放感もすごい良かったし、なんかこのサウナみたいな感じですよね。暑い中耐えて最後水風呂で整うみたいな。まあまあ、でもその感じはあったな。だいぶ整いましたよ。こっからまた一日が始まります。我が社の一日はここから始まります。今現在時刻が12時37分。ここから通常業務に入りたいと思います。はい、で帰って皆さん編集です。そんな感じで今回終わります。ありがとうございました。こっからの編集ね。こっからの編集地獄やで。整ってからの編集一番地獄やろ。もう一回またサウナに、うん、しかも別に解放ないからそっから食べ込むなあかんからな。現代組織や。たまにはねこういう日もいいんじゃないかと。突発的なことってやっぱ面白かったりするからな。面白いっす。まあこういう動画伸びたりするもんな。何が起こるか分からんからな。思い出残りますよね、こういうの一番。まあそうやな。あれ突然朝電話あってラーメン行ったみたいな。静岡までわざわざ行ってみたいな。この4人で行ったことかな。止まってないっすよな。めっちゃ笑い話になるっすもんね。何してんのお前らみたいな。でもこうなんか大学生みたいなノリって大事だと思うんですよ。あー、YouTuber として。若い頃ってさ、なんかこう時間とかに制限がなかったから、どこまででも行こうやって、うん、あったもんな、そういうノリみたいな。あったな。あてもなく深夜に行こうみたいな。夏休みなんて特に自転車でね、なんかどっか行こうみたいな。自転車で。自転車で。めっちゃありました。あったんやん。自転車なかったな。1時間とか、まあ、小学生の頃あったけどな。そのなんかその感じあったわ。確かにめっちゃ遠いところのプール目指したことあったわ。プール、うん、死ぬほど遠いところのプール行ったわ。なんかもうチャリで2時間ぐらいの帰り地獄なんですよね。こんなん誰が行くねんみたいなとこプール行ったわ。あの頃はそれが冒険というかなんか、
ワクワクしとったもんな。まだ見ぬ地に足を踏み入れていくって楽しさ。当時ナビとかなかったから、ほんまになんかこう直接ナビとかなかったな。そういえば聞いていくみたいな、その辺のコンビニとか入ってどこですかって聞いていくっていうのも、それが楽しかったよな。まあ、今は今で便利な時代やけど、不便なこととか効率悪いことをしたらその先に何か新しいものが見えるっていう、そういう経験は結構多々あるんで、今後もね感情のままに思い立ったら速報の精神で生きていきたいなって思いますね。いきなり唐突でいいですか。もうどうしたの。いや唐突なんですけど、え終わりがちょっとボソッと氷川さんに聞きたいなと思ったのが、最近あやなんちゃんとか、まあ、MC ちゃんすごい燃えてるじゃないですか。消防士の氷川さんにちょっと一言、あご意見をどう思ったのかっていうのを聞いておきたいなって。アイダンのちょっと炎上がよくわからんんだけど、何で炎上したかっていう、あの MC っていう子は48っていうグループの過去にとあるインフルエンサーのことをあんまなんかこう可愛くないみたいなのを言ってて、それが掘り返されてまず1個炎上して、その後に謝罪したんですよ。そのことでも謝罪した時になんか裏垢かなんかで余計なことしちゃったみたいな。ああなるほど。それでまあ炎上して、まあ、今はどうなってるかわかんないですよね。とりあえずまあ S 氏に名前変えてみるっていうのはどうでしょうか。やっぱ攻撃的だったんで、まあなるほどね、多分と名前がちょっと MC じゃなかった方が良かったかなって。 S 氏なら OK なのそれで。まあ確かに当てますもんね。あ、まあ、名前見てあ S 氏かじゃあしゃあないなって。まあでも正直もったいないことしたいなと思うけどな。余計なことせんかったら良かったのにって。別に1回の謝罪で終わっとったのに、それをなんかこう無駄なあがきをしたから余計燃えちゃったっていう。なんか思うのはその裏垢とかそういうの作って言ってバレて炎上する件って結構あるわけやん。それをなんで繰り返すんだろうと思うけど、それ先人がさそうやってミスっとうわけやん。それで人の闇は深いねん。それだけや。いやでなんか愚痴って言ってもなんかもうその周りの友達とかに愚痴られていいけど、でも俺も前さんの悪口アカウント持っとる。やめろ。なんでアラカでどういうことや。もしかしてあのアカウントかも。いやいやおかしい、知らんやろ絶対。ないやろ。でもあれですね、結構なんか身内っぽいネタ知ってるな。名前マイス撲滅隊。なんでやねんお前のムカつくところ全部書き流す。前さんもそういう意味で MC ですからね、名前もマイスの M ですからね。まあでも気をつけなあかんな発言とか。まあ、俺はかなりねいろんなことを発言してきて炎上してきてるんでね、僕のこと反面講習した方がいいですよ。過激なこと言わないように気をつけてください。俺も気をつけるんで。気をつけると言いながらもなんだかんだ俺たびたびするんやけど。でもそれがあったからその境界線みたいなのをうまく綱渡りできるようになったってことやろ。綱渡りもできるようになったし、単純に境界線のデッドラインがめちゃくちゃ奥に行ったっていう。昔はこの辺デッドラインで、今もうこの辺ぐらいの人からデッドラインが。あーもうだからそれを来へんかより燃えへんから。そうよっぽどじゃないと。だからデッドラインを伸ばすのか言わないのかどっちかやな。あー対応策としては。そうまあでも今度こっからですよね。この1回炎が起きてからの立ち回りというか、そうですね、行動の変化。まあでも MC 腐らず気張りや。